協調会は1919年、渋沢栄一、徳川家達らを中心に設立された、労使協調のための研究調査、社会事業を行う財団法人である。徳川家達協調会の設立に協力し、初代会長、渋沢栄一、同じく副会長に就任。鈴木文治、労働会の代表として参加を要請されたが拒否。第一次世界大戦後の労働運動の激化に対抗し、財界及び内務官僚の協力により、半官半民の機関として設立された。労働組合法制定や労働者教育に力を注いだが、第二次世界大戦後、GHQ の勧告により解散した。協調会傘下の教育機関は、法政大学社会学部や産業能率大学などの母体となっている。現内閣時代、救済事業調査会の答申に基づき、常浪武次郎内相の私的諮問機関、資本労働問題協議会の中心メンバーであった、徳川家達を会長、渋沢栄一、清浦慶吾、大岡幾三を副会長に、1919年12月22日財団法人として発足した。発足の背景には、米騒動の勃発や、労働運動の急進化などがあり、これらに対抗して、労使協調の促進を標榜した。その背後には、当時内務省で急速に台頭しつつあった、社会政策を重視する新官僚の存在があった。日本工業クラブの指示もあって、江青之助、中島熊吉らの実業家も、理事として参加し、また労働界からの協力を求めて交渉が行われたが、鈴木文治は、労働組合抜きの協調主義であるとして参加を拒否したため、大日本労働総同盟友愛会など労働団体の代表の参加はなかった。また、当時、社会問題に関する最大の研究団体であった社会政策学会においては、参加をめぐって対応が分かれ、桑田熊蔵、河津明、金井延べ、添田敏一、神戸正夫、飢賀官をもらおおむね、右派と見られていた人々が常務理事として参加した。しかし、桑田ら社会政策学会出身の3常務理事は発足1年後に辞任した。その背景には、温情主義に固執し、労働組合承認に消極的であった桑田らと労働組合を承認し一層を踏み込んだ社会政策を進めようとする上記の新官僚の対立があったとされる。1923年には東京芝公園内に協調会館が竣工し、協調会の本部が置かれたほか、労働組合、農民組合などの開催する集会の会場などとして貸し出された。会の当初の活動としては、工場員制度の普及や葬儀調停に力を注ぎ、ついで労働組合法制定に尽力したが、1931年同法の制定は、最終的に挫折し、ついに第二次世界大戦後まで実現には至らなかった。これをきっかけに協調会の方針は、発足以来、労使協調を重視していた民政党系の添田慶一郎に代わって、常務理事となった吉田茂の提唱する労使一体、社会協調へと大きく転換することになった。戦時下の1938年、会は、産業報告運動を提唱し、産業報告連盟を結成したが、この運動が政府による大日本産業報告会設立という形で国家機構化されると、会の一部事業はこれに合流した。しかし、会自体は産業報告会への統合を拒否し、独自の立場を貫こうとした。1945年の敗戦後、協調会では、松岡駒吉、西尾末広ら労働運動関係者を理事に据え、添田が会長として、復帰、民主的産業平和の実現を標榜して、組織の再出発を図った。しかし結局のところ、会の性格は反労働者的で、その活動が戦争協力であるとみなした GHQ は、労働者教育機関を残して出直すべきであると、勧告。協調会はこれに従い1946年6月26日、解散した。財界からの寄付金680万円と政府拠出の200万円を基金として運営され、主な事業内容としては、社会政策についての調査研究、社会政策について政府の諮問を受けての提言、講習会、講演会の開催や、図書館開設などの労働者教育、職業紹介、労働争議の仲裁和解などがある。独立組織の形態をとっていたが、実質的には内務省管轄下にある半官半民組織で、かつ本来政府が行うべき社会事業の一部を代行する複雑な性格を持っていた。労働者、農民の状況や争議の調査、社会政策についての研究を以下の定期刊行物などによって交換した。戦時期に入って産業報告会設立に伴う一部事業合流に際しても会の調査研究事業は続行された。労働者学校として社会政策講習所、労働学院などを開設した。また、横須賀海軍工商労働組合工友会、佐世保海軍工商労愛会、舞鶴海軍工作部協立会などの労働組合と協力し、労働講座を開催した。また能率増進の研究、教育にあたる産業能率研究所が1922年11月、上野陽一を所長に協調会内に設立されたが、会の財政問題もあって1925年4月に日本産業能率研究所として分離独立した。協調会解散に伴い、会の主要な事業であった労働者教育施設の経営を担う後継団体として中央労働学園が設立された。協調会が経営していた社会政策学院は中央労働学園専門学校への改編を経て1949年学制改革により中央労働学園大学に昇格した。2年後、中央労働学園大学は法政大学に移管され、同大学社会学部の母体となったが、学校法人としての中央労働学園は、現在も存続しており、武蔵野外語専門学校を運営している。なお、協調会が収集した社会運動関係資料は、後継団体である中央労働学園への継承と、同大学の法政大移行を経て、現在は、同大学附属の大原社会問題研究所が管理、公開している。また、協調会大阪支部長、常務理事を務めた松村勝次郎久蔵の協調会農村化によって収集、作成された農村問題関係資料も国会図書館県政資料室が受け入れ、管理、公開を行っている。ありがとうございます。